ございます。じゃあ、はい、メインイベント、フェザー級新チャンピオン堀口恭司選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、まず一つの目標の、世界ベルトを奪取して、どういった今気持ちでしょうか。まあ、嬉しいですね。まあ、本日の試合を振り返っていただいてということになるんですけども、大久保選手と対戦してみてどういった感想ございますでしょうか。まあ、そうですね、まあ、思ってた展開できたなという感じですか、ね、ありがとうございます。でもまあ最後スリーパーだったんですけども、はい、まあ、あちらの、まあ、狙っていたというか流れの中でかもしれないんですが、まあ、相手は、まあ、展開というのを予想しておりましたか。そうですね、全く自分でもしてません。はい、ありがとうございます。じゃあ、世界ベルト、まず取りましたので、今後のですね、目標などあったらお聞かせください。今後、この舞台でちょっと活躍したいんで、もっと練習して頑張ります。はい、じゃあ、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。